はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。税理士川南の会議室ということで、オンラインサロンを運営している事業専門の税理士です。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画の内容はこちらです。税務調査、10月から調査開始について説明したいと思います。本日の目次がこちらになります。まず、税務調査って何なのっていうところから、どうやって来るの、あと調査当日の流れについて、最後に狙われやすい人を紹介したいと思います。本日の動画はこのような流れでいきますので、本日もよろしくお願いします。はい、それでは税務調査10月から調査開始について動画で説明していきます。まずこちらですね。10月から調査開始っていうのはどういうことかと言いますと、4月頃から税務調査の方はコロナによって中止されていました。それが再開するというニュースが税務署国税庁の方からお知らせが来まして、10月の方から再開されます。で、どうやら9月の4連休明けから電話を、各自該当の、ね、方に電話をかけ始めて、スケジュールを調整して10月から、税務調査が再開されるということです。コロナ対策の方はもちろんするということで、人数の制限や滞在時間の短縮ですね、いろいろと対策をして税務調査をしていくというふうになっております。税務署の方もね、初めてだったと思うんですよ。コロナということによって税務調査ができない状況っていうのが初めてだったと思うので、さすがにもうそろそろその方から調査が再開されます。では税務調査について詳しく見ていきますね。はい、では本日の目次です。最後にね、狙われやすい人っていうのを紹介したいと思いますので、動画最後まで本日もよろしくお願いします。まずですね、こちらです。税務調査って何っていうと、税務署が確認に来るってことです。確定申告を皆さん出してると思うんですけど、確定申告って出しただけで、その答え合わせっていうのは税務調査をしないと結局わからないんですね。それがどうしてかっていうと、確定申告の用紙しかこっちの手元にないので、レシートや領収書、見積書、納品書とか、実際にどういうものがあるかっていうのは、やっぱ現場に行かないとわからない。確定申告の要は答え合わせのために税務調査が入ります。あとはこの現場調査のためですね。現場がどういうふうになっているのか、経理や必要な書類の保存がちゃんとされているのか、どういうふうに経理を普段からやってるかっていうのを現場調査のために見に来ます。次ですね、じゃあどうやって連絡が来る、もしくはどうやって来るの。よくね、イメージとしてはね、いきなりね、なんかスーツ着た黒い軍団がやってきて、来てガサ入りするっていうのは、ドラマとか映画で見たことあるかと思うんですけど、普段そういうことはありません。必ず事前に電話があります。顧問税理士をつけている方は必ず顧問税理士の方に連絡が来ます。つけてない方はオーナー代表に直接電話がかかってくると思います。その電話がどこにかかってくるかというと、申告書に電話番号書いてあるはずなんですね。確定申告の時に書いた電話番号にかかってくると思ってください。はい、でいざね、電話が来ました。そしたら日程の調整になります。都合は伝えて OK です。日程の調整はできます。電話がかかってきたということで焦って、わあもうなんかこれで受けなきゃっていう風にしなくても大丈夫です。落ち着いてくださいねそこで次ですね、3番目に連絡事項を教えてくれます。来る時間帯だいたい何時頃までですよとか、あとは必要な書類、こういう書類を見たいので準備の方お願いしますっていうのを、必要書類などを教えてくれます。はい、では当日の流れについて説明したいと思います。大体ですので、皆さん担当や各税務署によってやり方って多少違うと思うんです。大体こんな感じなんじゃないかな今までというのを紹介したいと思います。で、当日の流れなんですけど、到着は大体時間通りに来ます。来る方が大体1名から2名が多いんじゃないかなと思います。コロナがあるので人数制限をするというので、あんまり大人数で3人4人でわーっていうことはないんじゃないかなと思います。必ず挨拶をして名刺交換をします。税理士の先生がいる方は税理士の先生と、税務署の職員の方が名刺交換をして、今日はよろしくお願いしますねみたいな挨拶をします。で、挨拶が終わります。世間話的なことを少ししてくださって、その後大体ビジネスに関するような質問を、してきます。例えば起業はいつ頃されたんですかとか、定休日はいつですかとか、スタッフ何名ぐらいいらっしゃるんですかとか、前職は何されていて、どういうきっかけで起業されてるんですかとか、いうビジネスに関する基本的な質問をしてくる担当者が多いんじゃないかなと思います。相手も税務調査のプロですので、必ず確認事項というのはある程度決めてきているんじゃないかなと思います。次に確認事項の説明をしてくださいます。大体こういうもところを見たいですとか、売上は必ず見ますよね。売上のチェックですよね。経理をしている売上と実際のと合っているかどうかとかいうことを、売上は必ず確認します。在庫チェックしたいんですとか、その確認事項したいところ、絞りたいポイントを少し簡単に説明をしてくれます。で、実際に税務調査に入る資料を用意してもらったら、あともう付け合わせをもうずっと地道にしていくっていう状態です。で、お昼休憩は必ず12時から1時頃必ずお昼休憩を取るようです。そして今後の流れについてなんです、今後の流れについてなる。
で、まあ、お昼から戻ってきて、まあ、調査開始します。まあ、大体夕方に終わることが多いので、まあ、4時、4時半、5時頃に終わるんですけど、その後にあの今後の流れについてあの説明入ります。まあね、日程追加になるケースもありますし、その日で終わる場合もあるんですけど、先生の方に、ね、今後については連絡を入れます、電話をしますので、そちらの方で確認くださいっていう風な時もあります。大体平均1日から2日ほどっていう風に思っておいてください、調査は。でその後、間違っていたものがあれば修正申告をすることになります。でもし税金を逆に払いすぎていたということが判明した場合は、公正の請求をかけて税金をキャッシュバックっていうかね、戻してもらいます。僕はいろいろ指示が出ます。そちらの方に従って、だいたい、当日はこのような流れで進んで調査の方が終わるというふうに思っておいてください。さあ、そして最後ですね、狙われやすい人なんですが、まあ、やはり個人事業よりは法人の方が狙われやすいです。かといって、じゃあ自営業、個人事業は税務調査に入らないのかっていうと、そういうことはありません。0% はないですし、私のお客さんの中でも実際に自営業の方で税務調査に入ったっていう方はいらっしゃいます。でもどちらかといえば個人事業よりは法人の方が定期的に入りやすいです。次2つ目ですね、売上が順調に伸びているってことです。去年より今年その前よりっていう形で売上がどんどん順調に伸びている場合は、どちらかというとやっぱ狙われやすくなります。そして3つ目ですね、消費税の課税事業者であることです。消費税の申告をしているってことですね。消費税にやはり申告をしている人は、消費税の申告がない免税事業者よりもやはり課税事業者ということで狙われやすくなります。あと消費税の還付をしたことがあるという方ですね、あのお客さんから預かった消費税よりも払った消費税の方が大きくなって、消費税が還付になることがケースがあるんですね。まだね、これね、消費税についてね、動画出せたらいいなと思ってますけども、今日はもうさっくりと説明をいたします。消費税のね、還付を受けたことがあるっていう方は、その還付が合ってるかどうかっていうのを向こうも確認したいので、ね、処理がちゃんとできているのかとか、還付額が多すぎじゃないのかっていうのを見たいので、消費税の還付を受けたことがある方ですね。あとこちら最後こちらですね、業種の平均値と大幅に違うということです。税務署とか国税庁というのは過去の所得税の膨大なデータを持ってるんです。いろんな業種のデータ化してるんですね。この業種の平均値っていうのが大体あるんですけど、大きくそこがアンバランスとか、この業種でこの額っておかしくないっていうようなところがあると、やはり狙われやすくなるそうです。売上に対して経費があまりにも少なすぎるとか多すぎる、アンバランスだよねとか、この業種の割にこの接待交際費こんなに使わないんだけど、これ平均値よりだいぶ多いよ、大丈夫、この平均値より大幅に超えているようなものがあるっていう方は狙われやすくなります。狙われやすい人は以上のこのようなものが挙げられるのではないでしょうか。調査って基本的に連絡が入ってしまうと、うちはやりたくないんですっていうふうにお断りはできないんですよね。ただし今年は、コロナというものがありますので、どうしても例えばできない状態ですとか、コロナによってそれどころじゃないっていうような理由を言えば、もしかしたら万が一っていうこともありますので、そのあたりはね、交渉の余地が今年はあるんじゃないかと思います。基本的にいつもでしたら、あの例年通りでしたら電話が入って調査したいですって言ったら、基本的にはお断りはできませんので、そちらの方はご了承ください。もう腹をくくるしかないです。でね、やっぱりね、皆さんね、税務調査って聞くとやっぱ嫌だなってイメージあると思うんです。あの真面目にしていれば、まあ、例えば二重帳簿があるとか、売上をね上げるのを脱税しているとか、あとは経費のかさ増しをしてるとか、架空の請求書を切ったりとか、そういうことをしなくてきちんと真面目にしていれば、そこまで怖くないと思っておりますので、あの皆さん税務調査焦らずに、あのもし万が一あの、ね、直接連絡来たらドキッとしますし、焦ると思うんですけど、冷静に、落ち着いて対応していただければと思います。そういう時にね、顧問税理士をつけてるっていうのは、やはり心、精神的に心強いです。その間に入ってくれますので、オーナー自体の負担が減ると思います。負担がホッとすると思います。つけておくといいというのはそういう意味もあります。あと確定申告書に税理士のサインがついているきちんとしてるんだろうなっていう印象は、税務署の方も受けるようです。じゃあね、本日の動画は以上になります。最後にオンラインサロンの紹介をしたいと思います。税理士川南の会議室ということで、オンラインを完全会員制の月額制で運営をしております。顧問料に比べたら圧倒的に安い料金で、あの税理士を味方につけれますので、おすすめです。相談やそこで質問も OK でできます。興味がある方は概要欄にURL を貼っておきますので、そちらの方チェックの方よろしくお願いします。本日も以上になります。チャンネル登録の方ぜひぜひお願いします。ぜひ高評価ボタンお願いします。感想やコメントや、取り上げてほしいテーマとかありましたら、コメント欄にいただければ、気づいたものはすべて目を通して返信をしておりますので、ぜひぜひお待ちしております。はい、それでは本日の動画は以上になります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。またねー。